ここ無敵には無敵合わせてごっちゃんか。からのスキル2になって長押ししてる暇ないので単発。強すぎ。どうもこの説、最近さ、カイドが、情報修正されて復刻もされて、ヤマトも復刻情報修正されたんですけども、次情報されるべき存在はこの男ですよね。まあ、べきと言ってしまったんですけど、まあ、めちゃくちゃ願望で、もう個人的にね、夢ルフィの情報修正めっちゃ楽しみなんだよね。今回は夢ルフィが情報修正されたらどんな特性を希望するのかというところと、まあ、言っても今でも全然ね、活躍できる場面もあったりするので、この夢ルフィの強さっていうのをね、皆さんにお届けしていきたい。で、修正されたらもっとこいつは強い存在になれるんだというところの本当の夢というものをね、お見せしていきたいと思います。ということでやっていきましょう。どうぞ。はい。ということで、やっていきますか。マジで、次の情報修正ね。夢ルフィ来てもいいんじゃないかなっていうのも正直なところ思っておりまして、夢ルフィのね、情報修正は、個人的に今一番楽しみにしてる。もう、夢ルフィマジでね、修正されたら絶対強くなると思うから、あとアタッカーが今環境ちょっと少ないんでね、強いアタッカーがやっぱいてほしいなっていうのが正直なところでございます。うわえ、攻撃力上げて、そこ、いろいろ、ね。うん。ジャスカイとか、今、いろいろタイミングを伺ってる所存でございましたと。さあ、そこは、はい、変わる前にこれ殴っといって一旦、さすがに届かなかったので申し訳なくて、一発殴りながらの、ジャス、分かってんだぞ、そんなもんは。あお、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 クーン !1、おい、おい、こっからの火力、邪魔だな、おい、お前船降ろすぞ、こっからの火力の高さっていうものを見せつけるしかないか、一旦。まあ、そこは、はい、ここ逃げながら一発合わせてからの、そこぶん殴ってって、はい、オッケー、お前船降りろ、助けて、とか、行きたいって言っても行かせません。さあ、ここは一発合わせながら、痛い、私 HP1 になってしまった。まあ、なんとかかんとかで耐えながら、ちょっともう一回辛抱しますか、ブーストまで。はい、これブーストまで逃げまーす。やられるわけにはいかないので。はい、オッケー、回復ブーストもらってからの、さあ、そこ一個無敵撃つので、合わせてからの、そこもろもろ被るので、俺もここで無敵合わせてってからの逃げて、危ない、火力で押し切って、火力で押し切って、 OK、 いろいろ被っちゃうとジャスカイとかも去りやすいので、まあ一応ちょっと危ないよと言いながらの火力ゴンダがですね、夢ルフィ、これね、このタイプの歌ガチで速攻で壊せに行けるのよ。で、これ、カボチャ出させないっていう選択肢に出まーす。はい、はい、はい、出させません。火力高、痛い。これだけ食べさせて、お願い。これ食べさせる時間ください。お願いします。ちょっと待ってくださいね。はい、ありがとうございます。ここからの一発、はい、攻めてきまーす。で、レッドシャンクスですか。で、これ強襲一発撃つと思いますので、一発合わせながらの、ここ無敵には無敵合わせてごっちゃんか。からのスキル2になって長押ししてる暇ないので、単発。強すぎ。これが火力、なんだ、情報修正必要ないか、こいつ。こいつ情報修正必要ない、え、強くない、はい、よろしくお願いします。さあ、夢ルフィね、まあ、情報修正するんだとしたらば、まあ、どういった、まあ、プラスの特性が、まあ、欲しいかというところを、まあ、僕なりにね、考えて喋っていけたらと思うんですけれども、まあ、やっぱり、夢ルフィの弱点といえば、マックスロスタンプになっちゃった、状態異常なんですよね。体力満タンだったら状態異常効かないとかはあるんですけれども、まあ、体力なんて一瞬で削られてしまうのが今の環境なので、まあ、なんかよくあるさ、ゲッターとかディフェンダーとかに与えられるぐらいだったら、もうお宝エリア内にいれば、状態以上無効ぐらいのね、まあ、性能、あ、これさ、一緒に攻撃力もらっていい？ありがとう。一緒に攻撃力もらっちゃっていい？ありがとう。だったら、まあ、お宝エリア内に、ありがとう。ごめん。ありがとうボタンがわからなかった。だったら、お宝エリアにいたら、もう状態以上無効ぐらいの感覚でもいいのかななんて思ったりしとるわけなんですけれども、合わせて、であれば、これもぶん殴り続ければ歌いけますんで、ちなみに。はい。で、これでしっかりと火力で押し切ります。からの旗取り手伝いながら、まあ、やっぱ状態以上に弱いっていうのは、少し不安かなと。あと、スキルのでね、スキルので、めちゃくちゃに、まあ、見てもらっての通り、めちゃめちゃ遅いです。はい。ガチで遅いの、これ、スキルに。まず、チャージスキルもね、まあ、やっぱそんな強くない。これやってるのも遅いし、これ打ち切るのも遅いっていうね。で、これ打つ時もこれ遅いのよね。これだけちょっとどうにかなんないのかなっていうのは正直なところ思っておりますね。なんかもう一瞬で終わっちゃった。はい、ってことで、まあ、さらにね、情報修正について、まあ、希望をね、喋っていこうかなと思うんですけれども、まあ、やっぱ全体的に攻撃のスピードがね、速くなったら、もうそれだけでも十分強く、あと状態異常対策。それだけでも十分強くなるかなと思います。で、元より隙が効かないっていうのはやっぱルフィのいいところだったりもしますので、はい、そこはま、いいかなとは思うんですけども、攻撃の出があまりにも、あ、ごめん。遅すぎると。あー、まさかのゾロ。まさかのゾロかい。であれば、これさ、どっちが勝つんだろう、防御、攻撃力上昇と攻撃力減少。あー、なんか倒せました。
いや、攻撃力はね、ガチ差し支えないぐらいにはね、もう今でも優秀なんだよね。そう、なんだけど、攻撃の出が、まあ、本当に遅い。で、あと、スネークマン、マジで、弱い、ゲッタとして。あ、で、ちなみにこれ、一応ゲッタ、気絶不要なんで、ヤマトのね、手止めれます。はい、スキル2でね、ガトリングで。まあ、ルッチみたいにさ、ゲッターならゲッターとしてめちゃくちゃ強い特性が持ってるならまだしも、これね、夢ルフィのスネークマン、マジで反復横跳び選手権世界王者なんだよね。これ、ぴょん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 って、動きずれしな、と、普通に。で、通常攻撃は、強い。リーチがめちゃめちゃ長い。ただ、まあ、ちょっと使いづらさはある。個人的にはね。うん、で、強い。通常攻撃強い。ただこれもね、多分ね、情報修正されたら多分出がめちゃめちゃ速くなると思うんだよね。で、結構ガチ最強通常攻撃になる、まあ、可能性が、痛いな。割と控えてる。うん。で、ウタに関しては、賞味、これ、スピード間に合うんで、スネークマンで OK です。で、からの、1バグ勘弁してほしいな。で、これ多分1個回避するんで、この人。であれば、ここにぶん殴り続けます。で、ぶん殴り続けてからの、タゲ変更してからの、こっちも殴ります。はい。で、これでしっかりと、スネークマンの状態でも火力がめちゃくちゃ高いんだけど、まあ、ゲッターとしては全然優秀ではないんでね。まあ、バウンドマンがやっぱあまりにも強いんで、まあ、スネークマンにわざわざなる必要はない。まあ、よっぽどな、じゃない限りは。ただ、スネークマンの方が出が早いから、ああいう攻撃を間に合わせたい場合は、全然スネークマンになった方が良き。はい。で、これも気絶ないんで、これもぶん殴り続けといて、はい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 、攻撃力上昇リセットされちゃったよ、カイドのせいで。カイドにそんな特性あったねって思い出させてくれたね。これはちょっとまた戻りながら、まあ、ブーストもなんとか耐えれそうな感じはあるので、待ちますか。一旦これ通常モードになってから、まあ、無敵スキル。まあ、無敵、これでどっちも構えられるのはやっぱいいよね。で、ゾロさんちょっとしんどそうやな。まあ、一緒守るか。はい、そこ一発殴って、これ無敵合わせます。はい、ぶん殴っていくと、これね、後残りあるんで、結構エルボーでね、倒せます。はい。拳かと思いきやエルボーね。あ、ムエタイ選手ぐらい。ムエタイぐらいのね、やっぱ肘打ちは強かったりするので、で、これも速攻でカボチャ壊します、自分。はい、カボチャ一瞬で壊せるんで、これ任せて。はい、もうめちゃめちゃ、二個目は聞いてないわ、ごめん。二個目はちょっと聞いてなかったんだけど、まあ、これはただ無敵でごまかしといて、はい、オッケー。っていう感じで非常にね、火力ご調子強いんですよ。で、ユメルフィ、個人的に結構楽しいんだよね、こういう使い分けできるっていう。から、ちゃんとルッチみたいにゲッターとしても強ければ、やっぱアタッカーとしても優秀なね、キャラになったら嬉しいなっていうのは思います。なんで全体的に攻撃の出の速さと気絶、まあ対策さえあれば、こいつガチでも、この今ビョン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 跳ねてるけど、マジで強いからね。アウラドリ注意しちゃってごめんね、マジで。なんか全然試合が始まらないです。あ、始まった。さあ、ということで、あ、お相手さん落ちたんだね。今回は、まあ、個人的にはユメルフィが非常にね、楽しみなんで、ユメルフィの情報修正楽しみだなっていう動画になるんですけども、まあ、皆さん的にはね、なんかこのキャラ修正楽しみだな、みたいな、いらっしゃいますでしょうか。まあ、個人的にはね、元帥と、あとは、まあ、やっぱりユメルフィが結構楽しみだなっていう感じが、しておりますと。さあ、ここ難しいので相手の D 行きますか。ここら辺合わせてぶん殴ると、はい、2枚キル強すぎ。で、これ S、 山ちゃん、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 旗抜いちゃって。で、これ俺キー取らせるんで、はいはい、キー取らせるんで、オッケーオッケー、キー取らせるんで、山ちゃん旗抜いちゃって。で、S スネークこっち飛びますんでね。であれば、ウタさんこっち壊します。で、ウタに関しては、このリーチを活かしながらカボチャをボコボコに殴ってって、そこ解除させて、もう一発バンドマンでただいまー。I'll be back。強すんげーからの、そこ旗取れると信じて、痛い、こんにちは。まあ、元帥もさ、強化状態解除系の特性をちょっと持たせないと、マジで、マジでねえ、もう言葉には言えないけどさ、ねえ。言葉には言えないけど、うん、まあっていう。まあ俺避けんの上手ない？さっきから。避けんの、ちょ、死ぬ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 。こんなので死にたくない。ちょっと、お前ボットじゃないの？ボットではなさそうだな。なんかさ、元帥やっぱ強化状態解除の無効とかないとしんどいよ。さすがに、さすがにしんどいよな、マジで。まあやっぱ個人的にはね、とにかく強いアタッカーが早く出てきてほしいんだよ。もう強いアタッカー希望でだから、非常に、まあ皆さん的になんかこう修正してほしいなみたいなキャラはいらっしゃったら、ぜひコメント欄によろしくお願いします。ちなみに最近このルッチをね、俺あれにしてんのよ。これカウンターだから、あ、攻撃しなくていいです。
これ攻撃しながらの、これロック王が合わせて、んでエリア外、これあの無敵あるんでスキル2の方に合わせながらの1個回避使わせた、これやばい無敵スキルでごまかして、はい危ないからのエリア内だったら倒せないんだよなってなってくると、やっぱシャンクスが強いよねってなるんですけども、まあまあまあ今日はちょっとおしゃべりメインでねやっていこうかなとは思います。はい、まあ元帥、まああとおでんもね可能性としては非常に高いかなとは思うんですけども、まあおでんさん言って別に言って強いじゃんおでんって。なんだこれ、なんかよくわかんないけどすごいラグいぞ。まあ、やっぱさおでんさんな、おでんさん強いもんな、すごい普通に今でも。別にもうちょい先に施してほしいキャラがいる正直。もうちょい先に手を差し伸べてほしいキャラがねいます。スタップ細胞はあります。手を施してほしいキャラがいます。どっちかっこいい。はい、ということでちょっと時間が余ってしまったので、お久しぶりにラジオパートをやっていこうかなと、思います。いやー最近寒いですね、急に。秋どこ行ったのよ、秋、僕たちの秋。なんかさ最近寒くなってきたな、寒くなってきたな、あーちょうどいい気温だなと思ったらめちゃくちゃ冷たい冷たい。何これ、もう冬なんですけど、この前秋服買ったばっかなのにまた冬服買わないといけないじゃん。もうあれですね、秋服はまあほぼいらない。まあ秋服って言っても春服もねいけるんで、まあ結局3季節のね、まあ服だったりするんですけども、まあ非常に寒くなってきまして、皆様体調にはお気をつけください。いやー、まあ、冬になるとね、まあ、何がいいかというと、やっぱり猫ちゃんがね、すごい、こう、寄ってきてくれるんですよ。はあ、ずっと、やっぱ、ツンケンツンケンしてるのも、ま、可愛いんだけど、まあ、実家に帰ると、やっぱ寒くて、まあ、人のぬくもりを求めに、こう、人間をベッドにして、やっぱ寝てくれるんですよね、お腹の上とかで。で、まあ、お腹の上に猫が来たら、ああ、冬だな、とかっていうのをね、まあ、思ったりするわけなんですけど、まあ、その季節が、やっと来たぞと。だから僕はね、秋、春、夏、冬と、秋、夏、春冬とあると思うんですけど、まあ冬が一番好きなんですよ。やっぱ猫が近づいてきてくれたりするし、まあそもそも自分が暑がりってのもあったりするんですけど、まあやっぱ冬が一番好きでございますという、まあところでございますけれども、なんかね、どっかの動画でお話ししたかな、一番最近に来た、こう、まあ猫ちゃんがいるんですけれども、まあもともとね、その、まあ実家に4匹飼ってて、で、今年、去年か5匹目が来てっていうところだったんだけど、まあずっともともと病気持ちででしてね、はい、ずっとシンシンって僕は呼んでるけど、親父が、なんかちょっと違う呼び方してるみたいな、なんて言ってる、金田一か、金田一って呼んでるみたいな、で、結局名前はクーになったとかっていうね、猫がいて、まあ、そのクーがですね、まあ、ずっと実は病気持ちで、まあ一生懸命頑張ってたんですけどね、ちょっとつい先日、まあ、ご逝去になってしまいまして、まあ、ただすごいねやっぱこう頑張ってたし、まあ、ずっとこう家族であることはね変わりないので、今後もずっとね、まあ、一生懸命すごい頑張って、まあ、悲しいというか、まあ、お疲れ様でしたというところと、まあ、やっぱこう巡り合ってくれてありがとうっていうね、まあ、気持ちがあるわけなんですけど、まあ、ちょっとねこう真面目なね話になってしまって誠に陳謝ではあるんですけれども、まあ、やっぱそういうこう命って意外と、まあ、当たり前のようにあって当たり前じゃないっていうところをね、まあ、改めて感じました。はーい、っていう、めちゃめちゃ急に、別に暗い話ではないんだけどね。まあ、僕自身もある程度、もうそういうもんだっていうか、もうある程度覚悟とかもね、家族全員別に、こう、悲しいというか、もう本当に頑張ったね、みたいな感じで、前向きにね、ちゃんとこう、葬式も上げてっていう感じだったんですけど、まあ、っていうことで最近ちょっといろいろバタバタしててね。たまに動画が出てないとかもあったりしたんですけど、はい、まあそこら辺でまあバタバタしておりました。はい、なんで皆様ね、こう、身近にこう大切な人がいると思うんですけども、大切な人か存在かわかりませんが、はい、まあ本当に大切にしてくださいというところを最近身に染みて感じましたので、一応皆様にも共有しておきます。やっぱ当たり前じゃないんだよっていうね、はい、ところでございました。まあやっぱりね、まあ猫人間っていう感じであるんですけども、やっぱ家族には家族なんでね、まあ、そこは大切な、やっぱ存在には変わりないのでね、まあ皆さんおのおの大切にするべきものをね大切にして、まあなんかさこうやっぱこう冷たくしちゃうとかもあるじゃない。でもちょ、僕で、反抗期なかったのよ。全然反抗期なくて、僕自身が。まあ、親と普通仲良かったから、普通に、
なんかテスト期間中とか母親と一緒になんかカラオケ行って、母親がなんかすんごい歌ってる最中になんか古文の勉強するみたいなすごい何この空間みたいな、母親がすごいなんか英語の歌を歌いながらあの古文のあの勉強するっていうね。で俺も古文結構得意だったから、全体その学年の中でも古文結構トップ10に入るぐらいの点数良くてでどういう風に勉強してるのかっていうメソッド聞かれたのは、母親と一緒にカラオケに行って母親に英語の曲を歌わせて自分は古文の勉強するっていう。だから学校のそのテスト期間中のちょっとやそっとの騒音じゃ全くもって気にしませんみたいな。なぜかというと私はこの勉強期間中最もこの世で一番騒音な母おはような英語ソングっていうものをね、あの聞きながら勉強してたので、あ全然ね苦にならないぐらいにはね、あの母親と、まあ、結構仲良かったりするんですけども、まあ、もしなんか反抗期でねちょっとあなんか気持ちそっけなくしてるなとか、まあ、なんかあったらね、思い当たる節がありましたら、まあ、ぜひちょっとなんか仲良くしてみてはいかがでしょうか。まあどうしてもそうなれないね事情もあったりすると思いますし、なんか心の中では大切じゃねえよとかってね、まあ、思ったりするしてる人もねいるかもしれませんが、まあそれは別に各々の価値観なんでね、それは何とも言いませんが、まあ、もしかしたらね、大切、いずれは大切に、だなって気づいた頃に、大切にしてあげればいいのかなと思いますが、まあ、早く目にね、大切だなと思える時が来るといいかなというところと、もうすでに大切だなと思っている人がいるのであれば、大切にしてあげるのがいいんではないでしょうか。あ、めちゃめちゃ動画の時間がね、今回早かったそうだ。早かったんでね、はい、急遽ラジオパート撮らせていただいてるわけなんですけども、まあ、ぜひね、はい、皆さん、今回ちょっと重い、別に重くはないんですけどね。うん、まあ、そんな感じの話でございました。何この時間。